フリッツ・タウローは、ノルウェーの画家。1847年、ゲン・オスロにあたるクリスチャニアで生まれた。父は裕福な薬剤師、ハラルド・タウロー。母は、ニコライン・ルイーズ・ムンク、ニー・コリーニ・ルイーズ・ムンク、1821から94年。1870年から1872年まで、コッペンハーゲンの美術学校で学び。 1873年から1875年まで、ドイツカールスルーへのバーデン美術学校で、画家ハンスギューデに指示した。その後、パリで3年を過ごし、そこで学んでいた北欧出身の画家たちと信仰を深めた。1879年、友人の画家クリスチャン・クローグと共に、ユトランド半島のスカーゲンを訪れ、漁師や船を多く描いた。 1880年、ノルウェーに帰国すると、クリスチャン・クローグ、エイリック・バーレン・ショールドと共に、新進気鋭の画家として活躍した。1882年の芸術歌集記点設立にも貢献した。1883年には、モールムで若い画家を集めて、野外アカデミーを開いた。タウローの風景画は、オースゴールストランで描かれたものが多く、 同地は1880年代以降、多くの画家、芸術家が集まる街となった。その他、1885年までの間、クラーゲリオ、パリ、コッペンハーゲン、スコットランド、ベネツヤなど各地を訪れている。その後は、主にノルウェー各地で風景画を描いた。1892年、フランスに移ったが、パリの街は肌に合わず、モントルイユ。 ディエップとその周辺の村、ブルターニュのカンペルレ、コレーズ県ボーリューシュルドルドーニュなどの小さな町を巡りながら制作を続けた。ディエップでは、オーブリー・ビアズリーと信仰を持った。1905年、ノルウェー政府から聖オラブ賞を受賞。フランス政府からは、レジオンドヌール勲賞。イタリア政府からは、聖マウリッツィオ・ラザロ勲賞。チュニジア政府からも栄誉賞を受賞している。 1906年、オランダのフォレンダムで死去した。1874年、イングボーグ、シャーロット・ギャットと結婚したが、1886年、離婚した。同じ年、著名な弁護士の娘、アレクサンドラ・ラセンと再婚した。再婚後、3人の子供を設けた。オスロ国立美術館が、作品37点を収蔵するほか、エルミタージュ美術館、 ボストン美術館、ハーバード大学美術館などに収蔵されている。ありがとうございます。